ようお前ら、俺様だ。今日もね、太陽がボーボー燃えてますね。で、今回もまたちょっと駅のレシート、領収書になっちゃうんですけど、これはね、月の木駅の領収書ですね。で、月の木駅っていうのは宮城県にあります。はい。まあ、仙台とか、あっちの岩沼の方ですね。岩沼駅の1個、東京寄りだったかな。で、970円の切符を買ってるんですけど、これはね、あれなんですよ。月の木駅から福島駅まで、まあもちろん JR 線も出てるんですけど、なんだっけ、なんとか高原、阿武隈か、阿武隈急行か。阿武隈急行っていう、なんか私鉄の路線があって、そこの切符を買ったんですね。まあ俺様ね、この日はここまで青春18切符で行ったんですけど、青春18切符はね、JR しか基本的に使えないのでね、これ別料金になるんですよ。だから、月の木駅で乗り換えの時に買いましたね。でもこれなんだろうね。阿武隈急行なのに JR って書いてあるけどね。なんだろうね。券売機を管理しているのが JR なのかな。うん。まあでもそこの阿武隈急行っていうところの、ね、この月の木から福島までの切符を買いました。はい。でね、月の木駅前はね、なんか商店街とかもあって、まあなんか地方の駅って感じですね。で、太陽がボーボー燃えていました。まあ当たり前だけどね。で、まあ、いつも通り太陽ボーボー快晴の日の月の木駅前って動画も撮って、すでに公開してますね。うん。で、ここで、ね、かなりでも乗り換えで時間待たされたので、ニューデイズでなんか買って、ね。あ、ニューデイズのレシートも別にあるけど、うん、そう。時間潰してましたね。はい。ということでね、今回は月の木駅の領収書でした。はい、月のワグマ。それではさよなら。ボーボー。ボーボー、ボーボー、ボー。Boo, boo, 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 boo.